こんにちは、マシャギです。新カードミンクリリースされましたね。早速スポットライトキーでゲットしたのです。あとは今持ってるカードで組めるデッキ組んで遊んでみたので、早速見ていきたいと思います。それではどうぞ。それではスポットライトキーでもらえるカードが更新されたので、早速開けていきますか。ね、このラインナップになってます。1枚目。お、いきなりミンク来た。各ターン終了後そのターンに廃棄したカード1枚付きパワーをプラス1して移動する。廃棄系だね。ちょっとアニヒラスを死んで開けますか。アニヒラス来た。公開時パワーが0未満の自分のカード全てを相手サイドに切り替える。それができないカードを破壊する。フェニックスフォースどうしようね。移動できた、相性良さそうだったんだよな。まあ取っとくか。アテナが何かにもよるけど、あ、エコ。相手はここに永続カードをプレイしたとその効果を取り除く。まあまあまあ、じゃあラストがドン。フェニックスフォースと公開時破壊された自分のカード1枚を復活させてこのカードと融合する。そのカードは毎ターン移動できる。オッケー。ということで今回は新カードミークを入れた廃棄デッキプレイしていきたいと思います。ミークが入っていて、ヘラは今回入れてなくてアポカリプス中心の構成になってます。ウォームも入れて廃棄カードちょっと多めにしてみました。本当はモードックっていうカードがミークと相性良さそうなんだけど、まだ持ってないんでね、こういう構成しました。これ使ったことないか。シルバーサムライ、公開時自分も相手の手札にある最もパワーが低いカード1枚を廃棄する。なので相手の手札捨てながらスウォーム増やすのを狙えると。では早速プレイの方どうぞ。カードのコストマイナス1、じゃあ出しづらいな。サンスポ。崩壊事故が発動しない。ああ、これはいいか。ジュワーン。まあ、とりあえずドラキュラー出しとこうか。最初のカードは破壊されるか。エレクトル。ああ、マジ。重めか。出しとこうか。押しとく。パルク。あ、もう出せる。あ、そっか。下がってるもんな。赤い。で、増やして。ブロ燃えた。お、来た。俺とエルカウでいい。マグニート、そうか。ミーク、そこか。まあいいんだけど。で、移動する ?2 枚燃えたから。ああ、そういう感じ。はいはい。ああ、撤退しちゃった。まあ一応使えたか。自分はここにカードプレイしたと自分的に岩を3枚加える。それはちょっと嫌だな。自分はここにカードプレイした場合そのカードを破壊する。お、ミーク来ました。ここにカードが移動した時そのカードパワープライに。あ、いいね。いいんだけどな。いいいいんだけど、そな。ドラキュラだしな。屋上。とりあえず出しといて。マジか。ああ。パスカルかも。ブラックナイト。ああ。何？エラー。こっちにしとくか。じゃあ廃棄系ではあるんだ。ブレイド、ギガン、オーディン入ってるかな。ガンビット、ああちょっとガンビットずるい。ブラックナイト、ブレイド、どっちかい。ブレイド、エルカウディ。右行ってくれやな。左に最後アポカリプスでいいんだけど。ドン。マグニート。あー、マジ。こっち。
いやこれどうしような。これはどこに置こうか。なんか全部取られそうだな。むずいな。ガミト。ほーん。ああ速攻だと負けか。いや負けた。いや勝ってるわ。岩になったから。劇的。負けたと思った。危な。自分前でもターン5終了後は絶対できない。ターン5終了後破壊されたカードはここに復活する。アメチャビ、ここにあるカードのパワーマイナスにする。あーっとドラキュラでいいんだけど、お、ネガティブ。ミークとヘルカウディ。マジック。なんだなんだ。シルバーサムライ。アポカルピス。ブイーン。モービウスムーンナイト4。どっちかい。ブラックパンサーなんだ。あータップで見えるやつ。ホワイトタイガー。崩壊時デッキだな。ブレイド。いやーいけるかな。これ右来てほしいね。まあ、オーディン。ああ、でもそっか。真ん中勝てるから、右右右。オッケー。で、勝ち？よし。いいね。で、ここも強くなるか。オッケー。あ、いらんかったか、じゃあ。別に大丈夫だったけど、まあいいの。自分と相手は手札から1枚廃棄。あ、いいね。うお、燃えた。ミスティック。スナップ。まあいいか。スナップ乗るか。プラスされる？このターン。パンスポ。されるね。ここにあるカードのパーサー。マイナス3。まあ、とりあえずこっちかな。自分はここにカードプレイした。あとそのカードのコピーでそのロケーションを埋め尽くす。マジ。とりあえずいっか。ブレイドか。あ、これはシルバーサムライ。シルバーサムライ出すとスウォームめっちゃ廃棄できるけど、これ相手の手札めっちゃ燃やせる。もしかしてやるか。やるか。やるか。相手の手札燃えまくるよな。アイアンハート。俺はスウォーム燃えるだけで、ミークも育つよな。モビウスも育つし。どうなった、どうなった。え、ないないない、どうなったの。相手の手札ゼロになってるよね。とりあえず相手の手札ゼロになったということです。何燃えたか見えないかな。あ、ここに置いてもいい。スウォーム置いても意味ない。スウォーム置いても意味ないわ。もうスウォームだな。意味ない。何をしてる。最終ターンどうせスウォームだけど、まあいっか。相手手札1枚だもんね。あ、よかったね。ミックも育ったしな。
これはハンデスが単純に強かった気もするけど、はい、ということで廃棄デッキでした。ミーク、とりあえず使えたんで良かったと思います。コスト1にしてはそこそこ強かったね。パワー7とかいけたもんな。あと何と言っても廃棄デッキなのに移動してくれるんで、移動クエストを消化できたのが良かったな。あとは使ったことなかったシルバー侍で相手の手札なくすっていう、まあちょっとイレギュラーだけど、そういうのもできたんで良かったと思います。でこのコースで結構廃棄カードのバランス良かったね。ちょっと落ちるかなと思ったんだけど、全然そんなことなかったです。はい、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンお願いします。